けんです。それではやってご紹介したいと思います。はい、レピョンです。はい、アミンです。はい、くんです。はい、セクシーです。はい、ヤノちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、エコール2部始まりました。イエーイ。リリアクトップバッターでーす。イエーイ。なんかさ、さっきの1部よりめっちゃ熱くなってない？熱い。スプリンクラーついてるし、なんか水飛んでる、水飛んでる、水飛んでる、飛んでるとは言わない、飛んでる、水吹いてるやな。はいはい、まあ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 、はい、ここでじゃあ DX から告知しますか。はい、うん、この後 GH ナンバーと移動して、はい、18時15分よりライブに出演させていただきます。ぜひ会いに来てください。はい、はい、そして7月8日は大阪ルイドさんにて、私森原くるみの生誕祭、そして夜では一生懸命のワンマンライブがあります。イエーイ。はい、チケットは物販にて発売中です。ぜひ熱々のライブにしてので、ぜひゲットして会いに来てください。はい、そのワンマンライブにちなんで、灼熱のタオルと灼熱の T シャツがこの間から発売されています。ぜひこの2点を身につけて、皆さん7月8日は大阪ルイドさんに会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、リリア君残り1曲となりました。ありがとうございます。はい、次の曲は伝説の、はい、あの走る曲となっています。伝説の、伝説、そう、リリア君ちょっとここでね、走りたかったんですよ。そう、夢、夢、まあ、ずっとな、走りたい走りたい、はい、で、今回ね、走る感想部分でちょっと、はい、いつもより幅を広げてみようと思うんで、ぜひ皆さん、はい、待っててくださいね。すぐ会いに行きますんで。会いに行くよ、会いに行くよ。はい、じゃあ行きましょうか。それでは最後の曲聴いてください。ランナー。Yeah.
のが一番広かった。はい、この後すぐ平行物販あちらの方でさせていただきます。ぜひ皆さん遊びに来てください。以上、私たち李氏家元でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。また待ってるよ。ありがとう。